はい、皆さんこんにちは。今日もレールグレイでやっていきたいと思います。今日はレールグレードの中でも、なんだこれは、またパズル的要素なのかな、リージョン18の方ですねをやっていきます。さあ、メインタスク無から有をということで、消費財を256輸出すると。使う可能性のある路線は全て事前に設計され、線路の建設カウントがリセットされているので、あなたは列車を作るだけで済みますと。線路の建設カウント0を維持しながら経済がうまく回るように設計してくださいということなので、まあ電車を走らせて、とりあえずこちらの方をしっかりとさせれば良いということですね。ただ道とかもかなり複雑になってますので、気をつけないといけませんね。さあ、とりあえず今のところ消費財を作らないといけないと。その前に労働者が割り当てられてませんので、かなり厳しいな。まずは、どこだ？町の方に水かな？を運んでいくことにしましょうか。そこから決めましょう。まずそれとシリカですね。シリカ、塩は運べないのかな？塩は特になさそうですね。やっぱり水、水の方を持っていくだけになりそうです。さあ、水の他は、あとは食塩、ワイヤー、鋼鉄と。鉄関係はいけるのかな？炭がなさそう。あ、あるのか。これ、炭と、あ、銅で、ワイヤーも作れそうですね。ああ、なるほど。ということで、一度ちょっといろいろ見ながらですね、決めていきたいと思います。さあ、とりあえず、もう作っていってみましょうか。もう迷路のようになってますよね。とりあえず、電車を走らせて、そしてですね、経路を見ながら行きましょう。まず、どうしよう。坂道が意外と多いので、どれを入れていいのかわかりませんが、とりあえずですね。どうしよう。山登りのやつで行くか。山登りで水を5個運びましょう。さあ、これで通る。で、次にどこ行くんだ？ここを切り替えると、こちらの方ですね。シリカのところに行くんですね。シリカのところは特に問題なく、水は取られませんので、これでいいでしょう。あ、ここシリカ行っちゃダメなんだ。こっちか。で、水は内側を通るようにしよう。さあ、これでいいでしょう。さあ、とりあえずここ、いろいろな施設のところに駅がたくさんありましたので、早いところをいろいろしないとマイナスがかなりきますね。次に銅鉱山がありますので、ここから、ワイヤーを作るのが右にありましたので、そこに持っていく電車を作ります。これもこれでいいかな。さあ、なんかちょっと入れ替わってしまいましたが、これを持っていく。あ、やばい、逆側だな。逆進していきましょう。ここの切り替えは好きなところに行くと。で、ここからですね、見ていくと、まあ、ここをまず自動、そしてこっちの分岐も自動という形でいいと思います。さあ、これ焼却炉か。ワイヤー工場に当てはめる。まあこれ自動じゃなくてもいい気もするな。最初の方上3つがあるので、ここに全部集中させてもいいかもしれませんね。そうだな。さあ、こちらの銅を運んでるやつはもう手動でちょっと、決めていきましょうか。さあ、ちょっと人を割り振ったのを返してもらって、上でとりあえず全部していきましょう。22入ってますね。よし、これをもう1両か2両を走らせていくことにしましょうか。さあ、1台、2台と。で、これで銅が入って、ワイヤーができると思いますので、このワイヤーを町に届ければいいんですね。シティの方に届けていきましょう。水が入ってるので大丈夫ですね。シティの方には水が入るので、そこまで
ワイヤーも入れなくていいのかな。さあここでワイヤーができていきますので、ワイヤーできるまで少し待ちましょう。その間に今度は発電所の方ですね、発電所の方に石炭を持っていこう。これはそんなに距離ないのでワークホースでいいのかなと思っています。ワークホースここも自動で、ここから来てまっすぐここで曲がると。ここはむしろ自動でいいのか。でこれ塔のやつはこちらで U ターンしてもらった方がいいですね。そうだそうだ、ここ早めに U ターンするように設定しておきましょう。さあこれで上の方ですね、この3つあるところに3台行きますので、よしこれで OK だな。そしてここのコースところは早い列車で、6個ワイヤーを持って行ってもらうと。でこれが町の方に行くと、水が内側通るのでワイヤーは、その真ん中ですね。おそらくこれ、町が、あこれでっかくならないのか。でっかくならないということは右側の駅は無意味な意味ですね。駅の方は使えていません。さあとりあえずこれで OK。 ワイヤーまだできてるのかな。ワイヤーまだちょっとありますね。数少ないですけどこちら運んでいってしまいましょう。銅の方がもっといっぱい運んでも良さげかな。さあガンガン銅は持っていっても大丈夫そうですね。とりあえず上の3つのところに行くやつを今増やしています。さあこちら電気の方出来上がってきたと。電気の方も町に下ろさないといけませんからね。あやばいな、ワークホースだと結構きつい、坂道がきつい。ああそうなのか、ワークホースあんまり良い感じではないのかな。さあこれで多分これ列車の方を変えてもおそらくルートは一緒だと思いますので、こちらにしておきましょう。よし、これで OK ですね。もうちょっと石炭運んでいきましょうか。これレベルアップしといた方がいいかもしれない。在庫が、抱えれた方がいいですからね。あ、銅が戻ってきた。銅が戻ってきたぞ。さあ、ちょっと銅の方が限界に達したのかもしれませんね。よし、真ん中の方にも、あ、これなんか、あ、そうか、ここで自動的に割り当てられてるからか。そういうことですね。そっかそっか。まあいいや、とりあえずこれで行こう。こいつもここは自動じゃない方がいいんだけど、あ、これは大丈夫そうですね。列車によってはここが自動になっちゃってるものがあるということですね。まあいや、これも右にして、ここからもワイヤー取っていきましょうか。とりあえず今は人がいませんので、人を当てはめていくことを優先しましょう。さあ、これでシティの方は、ワイヤーと今、水が入る状態ですね。ワイヤーの方が、ここを通って入っていくはずですので、こいつを少しコピーしながら作っていきましょう。さあ、ここを走らせる。そして、ここはからもう自動で行きましょう。どこ通ってもワイヤーが持っていける状態を作っていかないといけませんからね。よしよし。さあこれを作って、ここもワイヤーありますね。大丈夫そう。さあこれで OK。 電力も来た。電力も取っていくやつを作ろう。6個。さあここからだよな。どうしたらいいんだろう。まず出ないといけないかな。出る。ここが上行けば OK か。これで町の方に行けますね。電力も水と一緒で上側通ってもらいましょうか。さあこれで OK。 さあどうだ、他これでいいとして、もう1台電気持っていきましょうかね。詰まってるので持っていきましょう。えい、よし。
さあこれで大丈夫でしょう。町の方も今最初の方は促進剤の効果となりますが、レベル1から2に上がるときは電力が必要となりますので、これで問題ないでしょう。可能ならばもうちょっとここ上げたいところですけど、お金もありませんので、これで様子を見ましょう。やばい、銅の方が戻ってきてますね。そろそろここら辺でも自動切り替えでいろいろなところに行くようにしましょう。さあどうだ、自動切り替えで、ここが一つも誰もいないので、ここに少し割り当てておきます。さあこっちの方はどう、こっちの方は大丈夫ですね。銅がいますので大丈夫でしょう。さあワイヤーを持っていくやつはそろそろもう自動切り替えで大丈夫だと思います。よし、これで OK。 さあ予算の方は純利益ギリマイナスですね。気をつけないと。やばい、詰まってる詰まってる。これ駅をつけることもできないのか。そういうことか、駅も入れられないんですね。さあこれもう町のところで詰まってしまっていますので、うまいことをなんとかしないといけません。さあ町の方がレベル上がりましたね。さあどんどん行きましょう。ワイヤーがない、ワイヤー持ってない、ワイヤー車がいっぱい来てますね。さあ自動になってるのかな、これは。なってます。ちょっと見ていかないといけない。さあここら辺どももう自動で行きましょう。おっと人がいっぱい来ましたね。電力に回すか、電力のところを人を多くすると。さあワイヤーのところも一人ずつ入ってもらいましょう。よし、次行きましょうか。で次はどうするんだ、消費財か。消費財を作らないといけないので、ここですね。シリカ1、ワイヤー2、電力1ということか。ということで人を一人当てはめて、ワイヤーから行きましょうか。ワイヤーを持っていく。よいしょ。ここ自動、ここも自動でいいでしょう。で、こっからだよな。こっからどうするんだ？道的にはこれを曲げると上に行くと。危険ですね。これはダメだ。これを曲げるしかない。曲げて、あー、なるほど。こっちでこれか。町のところを通さずに行く、そして曲がる。でこのルートですね、このルートでなんとか帰れるのか。これでワイヤー工場に戻るルートですね。よし、 OK。 次にシリカですね。シリカ、ワイヤーシリカ、シリカはここ、シリカは近いので行けそうかな。すぐに行けそうですかね。シリカをロック持っていく。さあここも右を通る。でここ切り替えの、ここも切り替え、自動にする。あとは勝手に帰ってくれるでしょう。シリカもとりあえず1台で行きます。さあ次に電力ですね。電力立てるやつがない。5000借りれますが、1000だけちょっと借りておきましょう。電気の方はいっぱいあると。さあ今戻ってきたやつもいますが、こちらも6個持っていく、自動。さあそしてここを、ここか、ここを曲がる。いやそしてここも曲げる。でシティのところは通らず素通り。そしてここですね。でここも自動と。よし、これで OK。 これで一応3つの材料は運べるはずですので、少々待ちましょう。今シリカが来ましたね。シリカ4つしか入らないんだ。そうか、ちょっときついな。銀行でちょっとお金上限まで借りましょう。ここもアップグレードしていくか。でシリカも入る。生産の方もそれで早くなりますよね。電力は人いっぱい。さあこちらの方はワイヤー工場はまだ人が入れれるかな。さあ OK ですね。さ
さあこれで次は電力が来るのを待ちましょう。さあ待望の電力来ましたね。これで消費財の方が作られるのと同時に産業廃棄物の方も作られるということで気をつけなければいけません。産業廃棄物の方はどうだろう、炭のところ、炭鉱のところ、銅はどう、銅でも大丈夫。そしてワイヤー工場は電力か、ならこちらの鉱山系で消費できるのとは、ということはシリカもいけるのか、シリカもいけますね。よし、こっち側でも一応消費財の方は作れますので、ちょっとおいおい考えていきます。さあこちらの方消費財いけましたので、6個、合計何個までいけるんだろう、早いのは96トンまでなので、まあやっぱ6ぐらいでいいですかね。6、早い電車で行ってもらう。こっちが上と。よし、これで駅の方に輸出ができますね。で、最短ルートで戻ってくるという感じで OK です。ちなみに廃棄物は8個まで持てるということで、8個、捨ててこないといけません。さあ、ちょっとお金がありませんのでね、これを輸出してお金が入るまで少し待ちましょう。現在はもう町の方がいっぱいになっていますので、町の方に行かないようにですね、もうすべて通る電車は避けて、ここですね、電子部品工場の方に向けています。あと100、どれぐらいだ、55ぐらいかな、持っていかなければいけませんので、今急ピッチで作っていますね。さあワイヤーの方が徐々に足りなくなってきましたし、輸出の方もどんどんしていかないといけませんので、まあ輸出するとお金がガンと入りますので、こちらの方頑張って輸出ともに頑張っていきます。さああと7分になりましたが、あと86ですね。材料の方はいろいろと足りてますので、まあもうちょっと入れてもいいかなという気はしますが、どんどん出来上がってもですね、運ぶ電車を買うお金がありませんので、今はお金を貯めて電車をどんどん買っていってる状態ですね。さあ消費財の方を輸出しっかりとできれば、かなり一気にお金は入りますので、まあ、そちらですね、しっかり輸出の方個数入れていけるようにしていきます。さあ消費財、そしてこちらの方産業廃棄物の方も大丈夫ですね。産業廃棄物はこちらのシリカの山にも入れるようになりましたので、まあ、シリカが切れることもおそらくないかな。こちらの方が逆にですね、もう入れれないぐらいたくさんなってきていますね。電力の方ももう少し、上げたいところですが、まあちょっと無理かな。さあこんな感じで、とりあえず今は消費財を運ぶ列車を増やしていきたいと思っています。さあ残りの方はあと38ということで、まあ38ぐらいならなんとかこのまま逃げ切れるのかなという気はしますね。シリカ電力ともに入っていますので大丈夫でしょう。さあとりあえずちょっと、たまには電車の方に乗ってみましょうか。さあこちらの方を見ていきましょう。さあこれですね、資源の方を駅に輸出するところです。さあこちらの方から見ていくと、ここで曲がる、そしてここの線路からもあとは輸出に向けて全力で走ってる感じですね。速度は一番速い列車なんですが、いまだになんか最高速だそんな速い感じはしませんが、あ、帰りの方が速いのかな。これで出荷する。さあ今降ろしてますね。出荷してと。さあちょっともうちょっと寄るか。さあスパークの方の電車ですね、結構速いはずです。ああなるほど、こっから見るとかなり速いですよね。荷物が軽くなったのもあって、かなり速度出てると思います。さあどうだ、これで登る。
もうちょっとジェットコースターみたいですね。こっからがもうちょっと渋滞するんですが、まあ、仕方ありません。2つに分けていませんので、まあ、こちらで全て、あ、終わっちゃった、全ての、消費財を作っていたという感じですね。はい、ということで記録の方は42分ということで、 S ランクまで45分なんでおよそ3分ぐらいですね、余裕がありました。ちょっと電車の線路がどういう経路を通らせるのがいいのかが迷路みたいになっていて手こずりましたが、なんとかクリアできたので良かったです。はい、それでは今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きをやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。